はい、皆さんこんばんは。塩原レザーの塩原智和です。今回も1時間よろしくお願いいたします。前回はですね、確か乾燥時に、行うべき、メンテナンス方法ということで、ベルトとか、名刺入れとかを使ってですね、いろいろと、オイルを入れたり、あとはコバの部分、これのメンテナンスについて、ちょっとご紹介してきたと思うんですが、今回はですね、前々回、ちょっと一部糸の部分だけ触れたと思うんですが、このオーバーホーム、ご注文いただいた後に、送っている、このようなオーダーホームですね。これの詳細についてちょっとお伝えしようかなと。まあ、時折、ご質問などで、メールをいただいたりするんでね、その辺の詳しい話なんかも、していきたいなと。まあ、そんな風に思っております。さて、その前にまず余談からいきましょうか。なんといっても、前回ですね、確か、まだ放送した時には、メトロポリタン社のロイさんが来ることは、分かっていたかな。年末に連絡したの分かってましたね。それで、その後、いろいろと、英国大使館に、ご招待いただいたりとか、そんなことがありまして、結構この1ヶ月間バタバタしておりました。無事に、まあ、だいぶ緊張して、インタビューをしたりとかですね、あとは大使館での行動、だいぶ緊張したんですが、まあ、あんまりこう、恥なく帰ってきたかなと。まあ、そんな風に、感じます。はい。で、一応、ロイさんにですね、メトロポリタン社のロイさん、会ってきました。で、一応、ブライドルレザーとは何かとか、あとはですね、サイブルーム、メンテナンスを行う時の、新品のようなサイブルームが可能かどうかとか、あとはブライドルレザーと、サドルレザーの違いとか、おすすめのカラーとか、あとはイギリスでのブライドルレザーの扱われ方とか、まあ、バグとして使うのはもちろん使われてると思うんですけれども、一般の製品として、財布とかそういった製品について、どれぐらい市場があるというか、普通のイギリスの方が使われているのかどうなのかとか、そんな質問をちょっと投げかけてきました。で、一応ビデオはですね、撮ってきて、無事に撮れています。で、今編集をしててですね、結構編集をするにも時間がかかりまして、なんだかんだやってますんで、出来上がり次第、編集後のタイプの、ビデオを公開したいなと。まあ、そんな風に考えてます。編集する前のやつ、同時進行でこう公開をしていたんですが、あんまりこううまいこと、アップロードされなかったので、ちょっと、だいぶ時間をかけた割にアップロードされないと、だいぶ凹みますんでね。一気に、まあ、どれぐらい時間かかるかちょっとわかんないんですけど、字幕なんかもつけながら、テロップって言うんですかね。画面上の下にこう、日本語訳とか、そういったものもつけながら、ご紹介しようかなというビデオなので、それなりに、時間がかかってしまうということなので、ご了承いただければと思います。はい。それから、あと、最近のニュース。そうですね。おいで、その、メトロポリタン社との、話でですね、いろいろと話はしてきたんですが、そうですね。ロービキに関して、サイブルームの、ブルームに関してなんですが、一応できるということなので、この方法さえしてしまえば、あとは、その、ワックス。これさえあれば、まあ、こういったメンテナンスを、よいしょ。こういった使い古したというか、ある程度使った後に、また新品のようなブルーム感をできるんじゃないかなと。まあ、そんな風に思ってますんで。まあ、まだ、そのワックス自体のサンプルとか、もらってきてないので、送られてきてないので、まだわからないんですが、一応まあ、そんな話も踏まえつつ、話してきましたんで。あとはですね、ちょっといろいろとカラーがですね、あったので、サンプル帳、そうだな、サンプル帳とちょっと今持ってきますんで、少々お待ちを。よいしょ。ちょっと前回の放送で、嵐のような雑音が入っていたので、ちょっと今日はですね、注意していこうかなと思ってます。
今のところ大丈夫そうですね。はい。ということで、ですね、サンプル帳、これが前回もらってきた、送られてきたサンプル帳です。メトロポリタン社のブライドルですね。まあ、基本色ですね。まだ前回、サンプル送っていただくときにはですね、まだ、なんつうんだろう、あんまりこう、メールのやり取りしかしてなかったので、あれなんですが、ごく一般的なカラーのサンプル帳だったんですが、今回はですね、より一層、パステルカラーというかなんというか、一般的ではないカラーというんですかね。まあ、赤なんかは、大体まあ、一般色的な扱いで扱われていると思うんですが、そうだな。特に、おすすめと言われるというか、おすすめできるような色といえば、こういったクリーム。名称がね、ちょっといろいろと、まあ、特殊というか、その製造メーカーさんによっていろんな色があるんで、あれなんですが、例えばこの色、ちょっと画面だと微妙に色が違っちゃうかもしれないんですが、これはですね、バターカップという色だそうです。そうですね、ちょっとこう、真っ白ではなくて、ナチュラルの、ヌメ革のナチュラルのカラーでもなく、こう、バターとクリームと、そういったような色ですね。それからこういった、これは何色なのかな？パープルというか、ピンク。に近いような色、ベイビーピンクだそうです。ピンクよりもちょっとこう薄い感じのピンクですね。はい。それからこれはまあロンドンタン、セドウィック社のロンドンタンに近いような色、名称はサンライズと書いてますね。オレンジというよりかは黄色を濃くしたような色、それからこれがナチュラルに近い色ですね。一応まあナチュラルの仕上げではなくて、一応染料が乗っかってますんで、一応まあ、名称で言うとこれヌードと書いてますんで、まあ、なんつうんだろうな、機内に近い色というような類だと思います。それからこれがパープルですね。名称で言うとライラックと書いてますが、まあ俗に言うパープルというような色です。あとはそうですね、バイオレットがあったりとか、サンド、砂漠のような色っていうんですかね。あとはこういったオレンジ。このオレンジ結構いいんじゃないかなと。この糸が一応、うちで扱ってる糸の赤。で、ちょっとこう並べてみると、この色が違うのがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですが、まあ、こういったオレンジなんかは、女性なんかにも人気あるんじゃないかなと。まあ、そんな風に思います。あとはこれはそうですね。ダークハバナ。イギリス国内で言うと、ブラックの次に人気のある色と呼ばれるダークハバナという類の色ですね。茶色系もいろんな茶色があるんですけど、まあ、日本ではダークブラウンとか、あとはブラウンとかキャメル。そういった類で何種類、5種類ぐらいしか多分ないと思うんですけど、イギリス国内に行くと結構な色の茶色系の色っていうのは類があって、まあ、それぞれ名前がついてますが、ダークハバナとか、あとは代表的なもので言うと、あとはオーストラリアンナッツ。これがまあ大体ですね、どんな色かな。まあほとんど変わらないんですが、こういった色。こういった感じ。この違いがちょっとわかるかどうか微妙なんですが、一応まあ目の前で見ると、多少こっちのオーストラリアンナッツの方が、茶色っぽい感じっていうんですかね。そんな感じです。はい。ということで、まあ、いろんなことをですね、話して感じたんですが、一応、まあ、メトロポリタン社は一応、まあ、以前にもご紹介したように、フィニッシャーの類に入る業者さんということで、で、規模もそんなにでかくなくてですね、どちらかというと、大量に同じ色を、生産するというよりかは、メーカーさんと話し合った上で、特注のカラーを対応するような、そういった類を得意としているというふうに言われてましたんで、まあ、なんでこういったね、希望のカラーなんかも、まあ、さすがに1枚だけっていうのは厳しいと思うんですが、まあ、こういった類の色も、ご要望の方が多ければ多いほど、現実化できるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思ってますんで、まあ、今後にご応募期待と、まあ、その前に早くビデオを編集して、お送りしたいなと、まあ、そんなふうに感じております。はい。それから、あとはですね。
はですね、来年から一応6年目に突入します。ということでいろんなことを考えてまして、このまま、ブライドルレザー1本で、専門店的なことで進めていくのか、あるいはこういった、シュリンク系の革を使っていくのかとかですね、これちょっとわかるかどうかわかんないですが、ブラックの色で表面にですね、シュリンクの、これは型押しだと思うんですが、施されているというような革、こういったものも定番的に扱っていくのかとかですね、あとはこれは半定番化されているようなイメージもありますが、こういったロービキのコード版とか、あとはまあノーマルのコード版、こういったものも、扱っていければいいかなとは思ってるんですが、まあ、なかなか作り手がですね、増えないので、作り手さえ増えればですね、いろいろと迅速に対応は、できるんではないかなと思ってはいるんですが、なかなかこの進み具合が、悪いということで、一応作り手もですね、育ててはいるんですが、なかなかこうやっぱり専門的というか、なかなかこの感覚的なものがですね、現実化するのは難しいと。なので、まあ、同じ道具とかこういったものをですね、使っているので、作業の仕方自体は分かっているんですが、あとはこの感覚の部分、ここを伝えるのが、なかなか厳しくですね、なかなか製品化されていないという感じですかね。まあ、今後も引き続きこれについては取り組んでいこうと思ってますので、まあ、こちらも乞うご期待ということで、はい。それからそうですね、あとは、あとはですね、うちは主にイギリスからの、ブライドルレザーについての製品が多いので、今だいぶ円安の方向に傾いてます。一時はですね、1ポンド118円ぐらいまで行ったんですが、今なんと143円とか、それぐらいの相場まで来てますんで、だいぶ革の相場が上がってます。なので、あんまり突拍子もないイギリスからどん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 こう仕入れるというのは厳しいかなと、まあ、そんな風にも感じてます。なので、行おうかなと思っていた、セドウィック社のベンズ V も、なかなかちょっと価格的に厳しい部分があるんじゃないかなと。まあ、それなりに価格を付けさせていただければですね、もちろん販売できると思うんですが、このデフレ状況下の中で、ある程度の量、革を仕入れて、それをうまくこう回転していくというのはなかなか難しいサイクルなので、この辺もいろいろと考えてます。で、まあ、その中で、この間来ていただいたロイさんのところは、直接タンナーさんと取引してますんで、この中間マージンの部分がない分だけ、多少円安というか、そっちの方向に行ってもですね、中間マージンがない分、そんなに影響されずに仕入れられるんじゃないかなと、そんな風にも感じてますんで、まあ、今年はちょっと主に、メトロポリタンの、革を力入れていければいいんじゃないかなと、まあ、そんな風に感じてます。はい。あと何かあったかな。それから、あんまりこの雑談で話し出すと、あっという間に1時間経ってしまうので、もうすでに15分話したんですね。それから、あと、問い合わせをですね、最近多くいただいてまして、特に年末年始、結構な量いただきまして、そこからまだ続いてる部分もあるんですが、まあ、同じような内容のご質問も結構多くてですね、まあ、ざっと、今日は、4項目メモっときました。特に多いものですね。まず、納期について。納期はですね、これはもう作り手が増えればもちろん、10人作れる、完璧に作れる人間がいれば10倍速になると思うんですが、現実的にオーダー品を1から10まで作る人間というのは私だけなので、どうしてもこれはですね、その納期をの問題解消するためには頑張ってるんですが、なかなか結果を出すにまでにはいってないので、頑張ってはいるけど、ちょっとまだっていう感じの現状ですかね。まあ、これについてはですね、まあ、努力はしてますんで、まあ、なかなかね、手縫いの製品をこだわって作ると、やっぱり時間がかかると言われればかかるので、まあ、それでね、進歩がないと、何も努力をしなければこのままで終わってしまうと思うんですが、何かしら、こう、抜け道というか、こう、早く遅れるような、完璧でも早く遅れるような考え方っていうのは、ずっと考えていれば何か生まれるんじゃないかなと、思ってますんで、まあ、今すぐにはちょっと難しいかもしれないんですが、
徐々にこれは解消できるんじゃないかなと、まあ、そんな風に思ってます。で、一応順番通り作らせていただいてますんで、どうしてもなんかこうイベントごとであったりとかしてもですね、なかなかこの早めるとか特別扱いというのは厳しいかなと、まあ、かなりの量のお客様がですね、すでにお待ちいただいてますんで、どうしてもこの順番的にこう進めていくというほかないなというふうに感じております。はい。それからですね、手帳のサイズ、まあ、年末年始ということもあって手帳の買い替えシーズンだったので、いろんなもの、特に年を、経つにつれていろんなサイズの同じメーカーさんというか、あの人気の手帳メーカーさんでもいろんなこのサイズを新発売されていたりとかですね、結構してますんで、いろんな、ご要望があると思うんですが、基本的にはですね、この寸法さえ分かれば、まあ、サイズの変更料、追加代金というのはいただいてしまうんですが、基本的には可能なので、名称とか、あとはこういった寸法ですよね、縦横、あと厚み、あとはこの台紙の厚さとか、これが例えば台紙が2ミリ貼ったりすると、画用紙みたいな表紙だと寸法って変わってくるので、こういった部分、細かいところをお伝えいただければ、基本的には対応できますので、ご注文いただければなと、まあ、そんなふうに思います。はい。で、代表的なメーカーさんの人気のあるタイプでしたら、もうすでにサンプルとして仕入れてきて、まあ、寸法は分かってますので、すぐにでも言っていただければ対応できるんじゃないかなと思います。はい。次の質問の、回答ですが、ロービキ液についてはですね、今ちょっと現物がないんであれですが、ロービキ液として売ってるもの、ワックスではない類のものがあると思うんですが、一応あれはですね、水溶性のロービキ液になるので、ブライドルレザーの新品のようなロービキ液とはちょっとですね、この表面的な、見え方というか風合いが異なってくると、まあ、遠目で見るとロービキ液っぽい仕上がりにはなると思うんですけど、基本的にブライドルレザーの新品の状態というのは油性のタイプなので、ちょっとやっぱり水性とは異なるかなという感じです。はい。まあ、ただロービキ単純にやるんであれば簡単で、風合いもまた新品のような風合いも出すことができるので、こういった、いろんなものにチャレンジしたいという方がいらっしゃればおすすめかなと、まあ、そんなふうに思います。で、まあメトロポリタン社のロイさんが、再ブルームできるということなので、まあ、ワックス、そのワックスが入ってくればまた名称は勝手に決めてくれってことなんで、まあ、再ブルームワックスとか、あとは単純にブルームワックスとか、そういった名称をつけてですね、届き次第販売をさせていただく予定なので、こちらもこうご期待という感じでございます。はい。それから最後にですね、フルオーダーについて、フルオーダーもですね、結構いろいろとお問い合わせをいただいてます。例えば、ブライドルレザー以外の革で製品を作ってもらえますかとか、そういった、お問い合わせも多くいただきます。でですね、例えばこういったロービックコードマンとかであれば、うちでも扱っている革なので、もちろんブライドルレザーも含めて、すぐにでも寸法とかそういったもの、細かい話もあるんですが、対応できるんですけど、革が違うとやっぱりいろいろとこの風合いとか、変わってきますんで、どんな風合いかとか、マットとか、あとは片押しなのか片押しじゃないとか、あとは舐めし方が違ったりとかですね、例えばの話、タンニン舐めしとクロム舐めしによって、仕上げ方が変わったりとか、あとは刻印が押せたり押せなかったりとか、例えばこういったタンニン舐めし系の革、こういったものは刻印、普通に入ります。ただ、クロムなめしの場合はですね、刻印とかを押してしまうと、割れてしまうというような、例えばこんな感じ。こちら、クロムなめしの、ピックシュリンクと呼ばれるものなんですが、これにですね、刻印を押すと、どうしてもひび割れてしまうというような感じなので、そういったものも変えていかなきゃいけない。あとは、厚さが変わるとこういったひしめ打ちのピッチを変えるようなもの、これなんかも、ちょっと変えていく必要があったりとか、糸の太さを太くしたり、もっと細くしたりとかということはもちろん可能なんですが、やっぱこういったピッチの問題とかいろんなことが出てくるので、
ぱりフローダーっていうのはそれなりな料金と、作る時間とかいろんなものがかかってしまうというのをご了承いただければなと、まあ、そんなふうに思います。あとは、うちで扱っていない革を使う場合はですね、丸々1枚の革代金がそのまま製品代金として乗っかっちゃう形になってしまうので、例えば1枚革をフルに使って財布を5個とか、そういった形であれば、革代は製品に対して、まあ、分割できると思うんですけど、どうしても1枚革を買って財布1個だけとかになると、おそらく8割、8割までいかないかな、7割ぐらいの革の量残ってしまうと思うんですけど、まあ、これもうちでは一応扱っていない革になってしまうので、革代も丸々1個に、ご請求させていただくような形になってしまうので、ちょっと場合が良くないかなと、製品代金にそのまま乗っかってしまうというような類になると思いますので、その辺なんかもご検討いただければなと、そんなふうに思います。はい。まあ、雑談はこれぐらいにしましょうか。これ以上進めていくと、質問の回答だけでですね、あっという間に1時間経ちますんで。はい。ということで、前々回でしたでしょうか。オーダーフォームの糸の部分についてはちょっとですね、触れたと思うんですが、今後ホームページのですね、オーダーフォームのサンプルなんかのところにも、映像をアップしようかなと思ってますんで、今日はですね、またちょっと重複してしまうんですが、糸から一応ご説明をさせていただこうかなと思います。で、今日は一応最後まで、すでに20分話してしまったんですが、最後まで行こうと。そんな風な意気込みでおります。はい。ということで、では、オーダーフォームについてですね、ご紹介させていただければなと思います。まずですね、ご注文をいただいた後に、こういったオーダーフォームをですね、発送させていただいております。で、うちは既製品ではないので、こういった、糸を何色にしますかとか、加工をどうしましょうとか、そういったものを、聞いてから製品を作るというのが基本的なうちの製品の製作体制というか、そういった形になってますんで、このオーダーフォームを送らせていただいてます。はい。で、このオーダーフォームとともにですね、まあ、基本的なこのご案内の文面と、あと、この下にサンプルの革がこう1枚ついてきて、まあ、ネット上のサイトの画面上で見る革とはまたちょっと違う風合いとかも確認できるんじゃないかなと、そんな風に思います。はい。それでですね、これが一応、一緒に送らせていただいている手縫い糸のサンプル帳なんですけど、早速このオーダーフォームの一番最初、ここの部分、項目1、ご希望の手縫い糸をお選びくださいという選択についてちょっと、語っていこうかなと、まあ、そんなふうに思います。まずですね、サンプル帳の実寸というか、まあ、カラーなんかも、画面上で見るとどうしても色が違ったりすると思うので、うちではですね、初めての方にはこのサンプル帳を送らせていただいてます。で、一応このサンプル帳はお客様の手元で、保管をしていただくという形になってますんで、オーダーフォーム、ご希望のものを、ご希望の加工についてこのチェックマークをしていただいたらですね、この封筒に入れて送り返していただくんですが、このサンプル帳は特に同封いただかなくて大丈夫ですと。お手元で保管をしていただければと思います。で、次回以降、リピーターさんという形で、ご注文いただく際には、このサンプル帳代を一応割引という形で、対応させていただきますので。はい。よろしくお願いいたします。はい。それで糸についてですね。一応うちの糸なんですが、麻糸と一応ポリエステル糸というのを基本的に扱ってます。で、例えば麻糸のサンプルが一応こんな感じ。まあ、ちょっとなかなか画面上ではわかりづらいかもしれないんですが、まあ、赤とかですね、それから、なかなかこの天然素材のですね、糸については、鮮やかな色をですね、表現するのがなかなか難しいということで、例えばピンクとかですね、こういった赤も本来もうちょっとこの、えんじっぽい色になってしまうことが多いんですが、まあ、うちで取り扱っている、このメーカーさんの糸はですね、結構発色もいいんじゃないかなと、まあ、そんな風に思ってます。で、どうしても季節とかですね、まあ、暑い時、寒い時、いろいろとありますんで、季節によって若干の色の違いが出る場合があるので、これはですね、ちょっとご了承いただきたいかなと。まあ、そんな風に思います。赤についても若干色が濃い時もあれば、
鮮やかな赤の時もあるという感じになってます。ただ仕入れる段階であまりにも色が違えば、ちょっと色が違うということで、こちらからも、変えてくれというふうには伝えてますので、どうしてもこの変えられない部分はご了承いただければと思います。基本的にはこのサンプル帳通りの色で仕上がると思っていただいて、構いませんので、よろしくお願いいたします。はい、それからあとはですね、もう一個こっち。これがポリエステルの方の糸ですね。麻糸に比べて若干細くなっているというのがこのポリエステルの糸です。はい。それからあともう一個こっちに置いてあるんですが、これはですね、リネン糸、まあ、麻糸の中のリネン糸ですね。ちょっと細くて、硬さがあるような糸ですね。これどこに使っているかというとですね、基本的にこの製品の表側には使わない糸なんですが、財布の内側とか、見えない部分、カードのポケットの一部分とか、そういったところに、使っていたりします。これはですね、バブアーシャという、北アイルランドのですね、糸。結構繊維が盛んな地域なんですが、そこから仕入れている糸なので、なかなか評判も良くてですね、それなりに信頼できる糸です。はい。それから麻糸についてなんですが、一応ですね、麻糸といってもいろんな麻の種類があります。で、うちで使っているこの麻糸についてはラミ糸というものを使ってます。ですね、ペンを持ってきたいかなと思います。少々お待ちを。音のチェックしましょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫そうですね。はい。ということで、麻糸についてなんですが、もう過去にもですね、何回かご紹介をさせていただいているので、あれなんですが、浅いと、浅いとがあります。で、浅いとの中にもですね、何種類かありまして、まずはですね、高級、一番高級と呼ばれているのがラミ糸という類の糸です。まあ、しなやかさがあったり、光沢感があったりとか、あとは繊維の細さがあったりとか、そういったものですね。そういったもので、高級とか高級じゃないとか、変わってくるんですが、その後に来るのが、リネン糸。リネン糸がその次に来ます。で、その次がですね、ヘンプと呼ばれる類。その次が柔度と呼ばれる類。ちょっとここまで見えるかどうか微妙ですが、一応、ま、この4タイプ。もうちょっとあるっちゃあるんですが、まあ、基本的にこの、なんだろう、手芸というか工芸品に使うのは、まあ、この2つ。あとは、素材自体を製品化するのために、こういった柔度とかヘンプとか、こういったものを使われてますが、こういった革製品の糸とかで使うのは、このラミーかリネンかというふうな、類だと思います。で、まあ、ラミーについては、まあ、とにかく、繊維が細かくて、しなやかで、それなりに強度も強いと。で、まあ、リネンもそこまで変わらないんですが、多少、まあ、変わってくると。で、その最上位に来るのがラミーということで、一応、この糸がラミー糸ということです。はい。それでですね、うちで扱っている糸の太さなんですが、一応16番手というものを使ってます。これが基準です。
16番手の、何本折りかというのが、アサイトのポイントというか、太さのポイントなんですが、太さはですね、16番手。はい。で、アサイトについては3タイプあります。太いタイプと標準と細いタイプ。このサンプル帳を見ていただくと左上の部分ですね。一応、まあ、全種類の、太い、標準、細とは、サンプル帳つけてないんですが、一応ホワイトだけこの3タイプを実際見えるような形でこのサンプル帳出来上がってますんで、一応太いタイプがどんな太さかというと、この16番手の5本折り。まあ、簡単に言うと16番手の糸が1本あって、それを5本でこうぐるぐる巻いてツイストしたような糸が一応まあ太いタイプ。うちで言うと太いタイプの糸という感じになってます。で、これが4本折り。4本折りが一応標準のタイプと。はい。それと、あとは3本折り。これが一応細いタイプということで、分類をさせていただいてます。はい。で、どんな製品にこの組み合わせを変えていくべきかというのもいろいろとあるんですが、基本的にはですね、革製品がですね、あったとします。例えば2つ折り財布、まあ、こういうような形であったとするとですね、まあ、ここにひな壇の、カードポケットがあったりすると思うんですが、革の厚みによってだいぶ、この太さが変わってきます。製品になった厚みに対してですね、ここから糸を縫製するためにですね、こういった類の穴を開けます。うちはミシンではなくて手縫いの製品なので、製品の上からこれをですね、こう叩きます。それで、糸穴が開いて、そこを縫製していくと、という類の作り方なんですが、どうしてもですね、この根元から、先端から根元によって、向かってですね、太さが太くなってますんで、革がですね、厚ければ厚いほど、この根元の部分まで入っていくので、穴が大きくなります。ということで、分厚い製品とか、ベルトとかですね、バッグとかそういったものはですね、まあ、そこそこ穴が大きくなりますんで、例えば太い穴が、まあ、こう基準がこれぐらいだとすると、まあ、中間がこの半分、あと細いのがまあこれぐらいな類のイメージをするとですね、まあ、ここが穴の開いている部分と。どうしてもですね、ここの穴と穴との間のピッチが変わってくるので、大きければですね、太い糸でもあんまり違和感ないんですけど、細いもので入れたりするとこの穴が広がってしまったりとか、あとはこのピッチに対して山ですよね。この糸の山があると思うんですが、太いとですね、ここがちょっと詰まったようなイメージになってしまったりとかしますので、あんまりこの、薄い革に太い糸を合わせると、ちょっとこうボテッとした仕上がりになってしまうんじゃないかなというふうに思います。まあ、5本折りか4本折りかでほとんど差はないかと、いう気もするんですが、実際にこう縫ったり糸を穴に通してみたりすると、1本違うだけでだいぶ違ってくるので、その辺で、変わってくるという話です。で、基本的に標準におすすめなのが小物の部分ですね。財布とかですね、あとは名刺入れ、カードケース、そういった一般的な小物。これはですね、この類で言うと標準と呼ばれる糸の太さ、これをおすすめしています。で、あとはベルトとか、ビジネスバッグ、その他分厚いもの、これに対しては太いタイプをおすすめしています。で、細いのはですね、あんまり正直アサイトに関してはおすすめはできないかなと、まあ、そんな風に思ってますが、まあ、でもそこまですぐ切れるもんでもないので、あんまりこうステッチが目立ちすぎないのをご希望の場合には細い方を選んでいただいた方がいいんじゃないかなと、まあ、そんな風に思います。はい。続いてですね、このポリエステルの方の糸、これはですね、太さで言うと、ポリエステル、一応 P 糸と
ということで、略しております。それで、太さ。太さはですね、麻糸の、細いタイプと同じですね。まあ、大体の太さなんですが、麻糸の細と同じ。と思っていただければなと思います。一応こっちがですね、0番手という類の一応糸ですね。ポリエステル糸の0番手という感じになってます。はい。で、強度がですね、麻糸とこういった化学繊維というか、そういったものでは、だいぶこっちのポリエステルの糸の方が、強いというのが特徴です。はい。どうしてもこう天然素材になると、擦り切れてしまったりとか、繊維の部分が一本一本油分が抜けるとすぐにこう切れるというか裂けてしまうというかそういった印象があるので、仕上がり感は麻糸の方がこう自然な風合いというかいい感じの仕上がりで見栄えになると思うんですがポリエステルの方はその分、色の鮮やかさだったりとかあとはこの強度の部分ですねここでちょっと強いかなというふうに、分類してます。なので、ですね、これをじゃあどうやって選択する際に、いろいろと困る方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、例えばですね、財布のような製品。財布のような製品はですね、例えばこの下の方。この辺はですね、ほとんどこの、擦れて切れるということはほとんどないと思います。まあ、角っこなんかはね、どうしても擦れる部分あると思うんで、擦り切れる部分あると思うんですが、一番危険なのはここの部分ですね。この折れ曲がる、ここの部分。下の方はですね、うちは縫製してないので心配ないんですが、この上の部分ですね。ここがどうしてもこう、ズボンのポケットに入れたりすると、移動とかですね、この摩擦で擦れてしまうので、どうしても切れやすいところというふうになります。で、ミシンの縫製と違ってですね、手縫いは1個ほつれても、一気にこうほつれるということはないので、そこまで、一気にパーツが取れてしまうとか、壊れてしまうというのはないんですが、まあ、それなりに、やっぱり切れてしまうと、他も切れやすくなってきますんで、お選びいただく際に、どっちにしようかというのをですね、一応イメージしていただきながらお選びいただくと、より良い状態で縫製が、長持ちするんじゃないかなと、まあ、そんな風に思います。はい。なのでこういった擦れる箇所がある場合は、カバンの中だけに入れている方でしたら財布でもですね、ここの麻糸でも全然問題ないんですが、常に走り回ったりとかそういったりされている方はどうしてもここが擦れて切れてしまうというような特徴を持ってますので、こういった麻糸にするかあるいはポリエステルにするか、お選びいただければなと、そんなふうに思います。で、糸の鮮やかさについては、ポリエステルのがやっぱり断然、いい色が発色出るんじゃないかなと思います。なので、ピンクとか、あとはこういったスカイブルー的な色は、とてもいい色に、出てるんじゃないかなと。で、逆に麻糸の場合にはですね、ちょっとイメージよりも濃い感じの仕上がりになると思っていただければ、よろしいんじゃないかなと思います。はい。で、麻糸についての太さなんですが、ちょっと話が戻ってしまうんですが、基本的なカラーはこの太いタイプ、標準、細いタイプ、3タイプあるんですが、ごく稀な色、例えばブルーとかですね、あとは、ダークグリーンとか、オリーブ、ターコイズとか、こういった色はですね、基本的には、標準のサイズ、標準の太さのみとなってますので、それはですね、この中、オーダーフォームを見ていただくと、3タイプあるタイプについては、このチェックをしていただくところに、もうすでに3タイプ、ありますので、この中からお選びいただければと。で、それ以外のもの、ブルー、プラム、ダークグリーン、オリーブ、セージ、ターコイズ、これに関しては、標準サイズの糸しか、ございませんので、ご了承いただければと。そんなふうに思います。はい。で、糸の説明は、こんな感じにしたいと思います。続いて、一応今回はですね、二つ折り財布について、進めていこうかなと思うんですが、
2番目はですね、2つ折り財布の2番目、小銭入れの1位ですね。小銭入れ付きの財布が、例えば、こうあったとしまして、だいたいどっちかに、ひな壇のタイプのこういうカードポケットがつくと思います。で、もう片方に、こういう感じの、うちで言うとボックスタイプの小銭入れがつくんですが、これをですね、どっちにつけましょうという選択になってます。で、製品によっていろんな細かい選択は違うんですが、今回は2つ折り財布の小銭入れ付きタイプについてご説明をさせていただいてますので、製品によって変わりますので、一応この説明文なんかをお読みいただいて、ご希望の仕様をお選びいただければなと、そんなふうに思うんですが、一応これもですね、場所についてはそんなに作り手側からすると、そんなにこだわりというかお伝えする部分はないかなというふうに思います。なので、使っていただいているようなイメージをしていただいて、どっちがですね、お客様にとって使いやすいかというのを、イメージしていただいて決めていただければなと、そんなふうに思います。で、オーソドックスなパターン、巷でこの類の2つ折り財布は、いろいろと売られていると思うんですが、どちらかというと見開き右側の方に小銭入れがついている場合がほとんどだと思うんですが、左の方にもうちでは可能ですよというような、選択項目になってます。なので、左利きの方がこっちにあると意外に便利だったりするかなとか、あとは、そうですね、私の場合はどちらかというとこっちの左側にあった方が、ボックス型の小銭入れは取りやすいんじゃないかなと、そんな風に思ってます。はい。ということで、これはお客様のイメージで決めていただければなと、そんな風に思います。はい。では続いて、ホックについて、小銭入れのホックですね。うちの、小銭入れはですね、こんな類の、ボックス型になってます。とても絵がおかしいんですが、こんな感じかな。こういう形の、ボックス型の小銭入れになってます。で、ここと下の部分と上の部分、ここにですね、開閉用のホックをつけるという選択項目がありまして、また時期によってというか、時が経つにつれてこの選択項目というのは変わるかもしれないんですが、現時点では一応国産のホックと、あとはイタリアのフィオッキというメーカーさんのホック、あとはですね、同じくフィオッキというメーカーさんのギボシタイプの、ホック、この3つを一応ご用意させていただいてます。で、現時点では一応シルバーのみの取り扱いという形で、取り扱いを行っているんですが、基本的にはほとんど変わりません。あとはですね、なんかこだわりがあったりする場合には、こういったギボシタイプなんかもお使いいただければと思うんですが、このフィオッキの、ホックに関しては結構有名なブランドさんなんかも扱っているような、ホックなので、なかなかおすすめというふうにも思うんですが、国産ホックもですね、こういった細かい製品を製造するのは日本は得意なので、意外とこの国産ホックも侮れないと。特に流通量が相当な数な数なので、そんな中ずっと長くこうやっていても形は変わらず、同じものが常に届くので、それなりに信頼が置けるんじゃないかなということで、個人的にはこっちの国産のホックの方をおすすめさせていただいております。はい。そうですね。ホックについては、こんな感じで、あとは、この上の方、このボコになっている部分、ここの仕様ですね。国産とフィオッキの普通のホックの方は、ごく普通のタイプ。で、もう一個、ギボシタイプというものがあるんですが、ギボシタイプがですね、絵で描くと、ギボシのような、こういう形っていうんですかね、なんていうか、プクッとなっているというような類の、
ホックになっていて、このボコの部分は特に変わらないので、上の部分だけギボシになっていると、若干この音を閉めた時の音とか、あとは感触がちょっと変わるかなと、まあ、そんな風に思います。あとはまあお好きなのをお選びいただければと、まあ、そんな風に思います。はい。時間がですね、だいぶ進むの早いんですが、では次ですね。ちょっと休憩入れましょうか。ちょっとまだ長く続きそうなので、ちょっと一旦ここで、休憩を入れます。というのはトイレにちょっと行きたいので、トイレに行ってきます。はい、すいません、失礼しました。ちょっと今日は長丁場になりそうなので、ちょっとトイレに行かせていただきました。音は大丈夫そうですかね。大丈夫そうですね。はい、では続きに行きます。項目で言うと4番目ですね。お札の、入れる部分の仕切りについて、これ4番目かどうかは、製品によって変わるんですが、例えば長財布とか、あとは縦長のタイプの二つ折り財布とか、これによっても異なるんですが、札入れの仕切り部分、これはですね、まあ、簡単に言うと、上からこういうふうに二つ折り財布を、見たとすると、ここはまあお札を入れる部分。で、ここに一枚仕切りを入れますか入れませんかというような選択になってます。で、どうしてもこの一枚仕切りを入れるとですね、パーツ分厚みが増しますんで、パーツの厚みは 0.7 ミリなので、実際こう見てみないと厚みの変わりっていうのはわかんないと思うんですが、意外とこの 0.7 ミリって大きいので、若干分厚くなるかなと。まあ、そんな風には思います。なので、薄いお財布をお求めの方はですね、仕切りない方がよりシンプルで薄く仕上がるんじゃないかなと。もともと、長く使えるような、製品を作ろうと。いうようなコンセプトで作ってますんで、ある程度厚みはあります。はい。なので、より薄く仕上げたい方はですね、まあ、仕切りなしの方が薄いんじゃないかなと思います。まあ、極端に1センチとか、そこまで厚くはないので、だいたいまあ、約5ミリぐらいと思っていただければと思います。なので、そこからまあ、ちょっと厚いなと思われる方は、この仕切りを減らしていただくと、まあ、0.7ミリぐらい。薄くなるかなと、まあ、そういう感じですかね。あとは、あんまりこう仕切りがいらないという方は、まあ、元からない方が使いやすいんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思います。はい。ということで、まあ、これもまあお客様のご希望で、決めていただくのがよろしいんじゃないかなと。それ以外特に厚みが変わるだけですね。それぐらいなので、では次に行こうと思います。次はですね、結構テクニカルな分野になりまして、床面の加工ですね。床面の加工はですね、現状で言うと、3タイプ用意してます。1個目がですね、無処理。無処理と呼ばれるような類。それからもう一個が、艶出し、毛羽立ち処理ですね。
はい、そしてもう一個が、染料を入れた染色をして、染色ありの、毛羽立ち処理と。ということで、まあ、大きく分けて3つですね、あるんですが、これがですね、どう違うかという話になってくると思うんですが、まず無処理について。無処理はですね、皮の裏側、例えばこのコード板でいくと、よいしょ。こっちが銀面と呼ばれる表側、そしてこっちが裏側になりまして、床面と呼ばれる部分ですね。で、何もしない、このまま、パーツとして切ってですね、加工するのが無処理。何も施さない感じですね。というのが無処理になっています。で、この毛羽立ち処理は何かというと、どうしてもこの繊維なので、後ろ毛羽立っている場合があります。ただ、そんなにこう、ゴワゴワしたような毛羽立ち感というのはないんですが、まあ、ただ、するかしないかでだいぶ変わってくるんですけど、例えばどんなところで変わってくるかというとですね、二つ折り財布のお札を入れる部分。ここでですね、毛羽立ち処理をするかしないかでですね、お札の入り方が、ちょっと、滑り方が違う。というのが一番の特徴かなと。まあ、そんなふうに思います。無処理の場合だとどうしてもこの毛羽立ち感が、ストッパーというかブレーキの役目をして、ちょっと繊維に引っかかる感じがあるというのが特徴です。で、まあ、毛羽立ち処理をすると、一応裏をですね、専用の、溶剤で磨いてますんで、ちょっと滑りが良くなるというのが、主なこの違いですね。で、あとは染料を入れる、毛羽立ち処理は、基本的には染料が入ってるか入ってないかの違いなんですが、例えば表側、このコード板で言うと、表側は一応このような形で真っ黒という感じなんですが、裏側はですね、まあ、皮によっても違うんですが、皮によって違うので、サンプルでついている皮の裏側を見ていただければですね、裏側が何色なのか、ご確認いただけると思いますので、それを、見ながらですね、判断をしていただければなと、まあ、そんなふうに思うんですが、裏側は肌色の場合が多いです。代表的なもので言うと、まあ、このコード板も裏側肌色なんですが、セドウィック社製のブライトルレザーも基本的には裏は肌色です。それからメトロポリタンの、ベンズ V とか、この辺もですね、基本的には肌色です。なので、裏側も表面に合わせて、毛羽立ち処理をする場合には、この染料ありの毛羽立ち処理を選んでいただくと、裏も表も同じ色に仕上がるという感じに仕上がります。はい。それで、ダークブラウンはですね、ちょっと色の配合が難しいので、ブラックに関してはもうブラックというような仕上がりになると思うんですが、ダークブラウンはですね、表側のダークブラウンの色と、裏側のダークブラウンの色が若干差があると思うんですが、これはですね、ちょっと、表側を私が染めているわけではないので、ちょっと調合の差が出てきてしまうので、ご了承いただければと、まあ、そんなふうに思います。あとはですね、明るい色、もうほとんど肌色に近い色の場合はですね、基本的には染料なしで、対応させていただいております。なので、セドウィック社製ブライドルレザーの、ライトキャメルの色、これはですね、ほとんどもう色が裏と変わらないので、逆に入れてしまうと変な色に仕上がる可能性もあるので、機内色が一番近いということで、染料ありなしの類はなしと。という感じで、この2タイプで対応させていただいております。あとは国産ブライドルレザーのブラックなんかは、浸透紙と呼ばれる、裏側も同じブラックでもすでに仕上がってますんで、毛羽立ち処理をしていただいても基本的には黒く仕上がるという形になりますんで、このオーダーフォームの一番トップの、このご案内文面の下側についているサンプルの皮、この裏側を見ていただければと思います。はい。で、色を入れるか入れないかの問題なんですが、例えば、名刺入れをですね、お使いいただいた際にですね、最初どうしてもですね、この染料が、名刺、大体名刺というのは白い名刺が多いと思うんですが、
名刺に色が移ってしまうというようなことも、可能性的には考えられますので、どちらかといえば染料なしの方がいいんじゃないかなと、まあ、そんな風には感じてます。これも時と場合によって、例えば黒い名刺をお持ちの方でしたら全然問題なく、染料ありの方でも構わないんですが、白い名刺の方はどちらかといえばこの染料なしの方をおすすめしております。はい、それ以外で、あとはですね、染料を入れるとどうしても若干のこの匂い的なもの、若干酸味を帯びたような、染料の匂いがします。なので、ちょっとですね、こう、革製品を匂い嗅いだときに染料の匂いがするかなっていうのが染料ありのタイプになりますんで、この辺はまあ一応、染料をきれいに染めるためには、ある程度の、溶剤が入ってますんで、ご了承いただければなと思います。はい。それ以外のデメリットとかはですね、特別ないかなと。あとは無処理にするのと、毛羽立ち処理にするのとでですね、あと硬さがちょっと変わってくるかなと。ナチュラルな状態だと、やっぱり素揚げの状態なので、多少、本来持ってる皮の硬さですね。で、毛羽立ち処理を施すと、より一層硬さが増すというような印象になります。まあ、そこまで大きくは変わらないんですが、もともとブライドルレザーは硬い革なので、そんなに印象的には変わらないんですが、若干ちょっとこうパリッとするようなイメージに仕上がると思っていただければと思います。はい。続いて角の処理。角の処理はですね、直角と、よいしょ。直角と、名称がちょっと難しいので、丸角というふうにさせていただいているんですが、まあ、丸く仕上げるか、もしくは直角のままにするかと。基本的にパーツ取りはですね、直角の状態で切りますんで、何もしないと直角で仕上がります。で、例えば、ここの直角になっているものを、多少ここに R をつけてあげようと。丸をつけてあげるというのが一応、これどっちにしますかというご選択枠なんですが、うちのこの丸角というのはそんなに大きくこう、丸を帯びているわけではないので、印象的にはそんなに変わらないと思うんですが、例えば直角にしておくと、何か物に引っかかったりとかですね、まあ、反り返ってるわけではないので、あれですが、ちょっとこう引っかかったりとか、あとは端っこにこうぶつけた時にここがへこんでしまうとか、そういったことがあるので、個人的には、ここがちょっと丸みを帯びた丸角をおすすめしていると。で、時折いただくんですが、まあ、これもどちらかといえば、お客様のご希望に合わせてお選びいただくのがいいんじゃないかなと。まあ、そのへこむへこまないとかそういったものがあるんですが、よいしょ。たまにいただくご質問でですね、二つ折り財布のカードポケットなんかをイメージしていただくとわかると思うんですが、この R を大きくしてくれというようなご要望をたまにいただくんですが、例えばこれぐらいな感じ。こういうふうにするとですね、同じ寸法でもですね、この R を大きくしすぎると、例えばこれがカードとするとですね、今までこう角に入っていたのがですね、入らなくなると、まあ、ここまでしか結局角がないので、入らなくなって、すべての寸法を変えなければいけないというようなことになるので、基本的にはこの R の大きさについてはお選びいただけないという形にはなってます。なので、この少しこの R を丸みをつけるという仕上がりがこの角処理だと思っていただければと思います。はい。これが一応、角処理の選択という形になります。はい。続いてですね、こちらも結構テクニカルな、選択枠になるんですが、補強縫いについて。補強縫いはですね、これも場所によって全然話が変わってくるんですが、補強縫いとは何かと。補強縫い、例えばですね、まあ、カードケースにしましょうか。カードケースがこのような形で、まあ、あったとします。はい。で、まあ、カードケースの場合、こう一周をですね、こう縫製をしていくんですが、こんな感じですか。
どうしてもですね、負担がかかる部分という部分があります。それがですね、どこかというと、こういったパーツとパーツをですね、貼り合わせている部分。こういったところはですね、例えばカードをこう取り出したりとかですね、カードを出し入れする際にこの革を持ち上げたりするので、この部分に負担がかかったりするんですね。あとはここら辺。なので、ここをちょっと補強してあげましょうというのが、一応補強のありかなしかというようなご選択枠になるんですが、そうですね。使用勝手によっても異なると思うんですが、例えばここに、まあ、基本的には1枚ここにカードを入れるというのがカードケースの一応まあコンセプトになっているんですが、まあ、中にはここに2、3枚入れられる方もいらっしゃると思うんですが、そういう形で入れていくとどうしてもここの部分、糸に負担がかかるので、まあ、補強縫いはしていただいた方がよろしいんじゃないかなと、まあ、そんな風にも思うんですが、本当に最重要な部分というのは、まあ、特にこのオーダーフォームの中にもですね、補足の説明があるので、そういったものをイメージをしていただくとおそらくお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですが、最重要な部分はこの一番下にある赤文字、職人のおすすめというところにありますので、まあ、ほぼ確実にやった方がいいなというものはこの下に番号が振ってますので、これをご参考にしていただければなというふうに思うんですが、例えば最重要、この2つ折り財布でいくと、ここのですね、折れる部分のこの下の始まり部分とか、あとはここの外側のパーツと内側のパーツのこの始まる部分とか、こういったところがお札を取ったりすると負担がかかるので、できる限り、補強縫いをしていただいた方がいいんじゃないかなと、まあ、そんな風には思っております。ただですね、あんまりこう、補強縫いをするとですね、見栄えがどうしても二重になってしまうので、表から見るとこうね、二重になったりするので、あんまりこう、見栄え的にはもしかしたら良くないかもしれないんですが、使い勝手とか、あとは長く使うとか、そういったものを、イメージすると、どちらかといえば補強にはしておいた方がよろしいんではないかというのが個人的な意見です。はい。あとはそうですね、補強縫いは、あとはどれぐらいあと擦れるかですよね。擦れるかというのも一つ問題で、補強縫いするとどうしてもちょっとこうボコッとするので、2つ折り財布なんかで言うとちょっと擦れてしまう可能性が多くなったりもするので、2つ折り財布のカード受け部分、ひな壇の部分なんかは、例えばこういうところですね。あんまり出し入れをしない場合であれば、普通縫いでも十分かなと、まあ、そんな風に思います。何年も使ってますが、ここだけ切れたことはないので、そこまで心配はいらないかなというのが個人的なおすすめです。はい。次の項目ですが、次はですね、糸の縫い上げ後の糸処理。これもですね、間近でご覧いただければすぐわかると思うんですが、なかなかこの、まあ、初めてお題いただく方はですね、なかなかちょっとこうイメージが湧かないと思うんですが、基本的にはですね、これ縫製をするとですね、ちょっとこの糸の丸み分、縫製が持ち上がります。例えば、こういう類でこういうふうに縫製が進んでいるので、こんな感じですかね。この波打ってる分、糸の厚み分だけこの革からちょっと出っ張ります。出っ張るとですね、どうしてもこの擦れる可能性というのは増える。そうするとほつれる可能性が高いというのと、あとはですね、この盛り上がっている際の部分にほこりがたまりやすいというのが一応あるので、基本的にはこの革製品はですね、この上から仕上がった後にこうググッと潰してあげます。この山をですね、できる限りこう小さくしてあげるというのが一応叩き処理というような、処理なんですが、なるべくこの平面の革と同じようなスムースなこう仕上がりになるような仕上がりにするんですが、中にはこのステッチ感をナチュラルなままにしたいという方もいらっしゃると思います。あとはですね、ポリエステルの糸に関してはですね、ちょっとこう潰すと色がですね、明るくなったりとかしますので、若干このサンプル帳にある色とは、異なってしまう場合があるので、まあ、ポリエステルの場合は無処理でも強度が十分ありますので、無処理でも十分
おすすめをできるんですが、浅板の部分はどうしてもこの出っ張り部分が大きくなってしまうので、切れるリスクが多いので、基本的には叩き処理を、おすすめさせていただいております。はい。はい、では次の項目いきましょうか。よいしょ。次はですね、次もちょっとテクニカルな話になるんですが、次はですね、コバの処理について、ご説明させていただければと思います。一応また同じく無処理、全く何も処理をしない処理。全くといってもちょっと話が変わってくるんですが、あとはですね、艶出し処理。艶出し処理と、あとなんだっけな、光沢処理か。艶出し処理。それと染色あり、染色ありの艶出し処理と、あともう一個光沢処理という類、この一応4タイプに、なっております。それで無処理というのはですね、どうしてもこの革と革を、貼り合わせた革製品というのが多いので、例えば何枚か4枚ぐらいこう合わさって一つの製品の形となっている場合がほとんどなので、どうしてもボンドとかですね、貼り合わせるときに、はみ出る部分があります。これをですね、無処理と、何も処理しないとちょっと見てくれが良くないので、ここはですね、こういったヤスリとか仕上げます。で、仕上げた後に、こういったツヤを出す処理を施しますか施しませんかっていう、一応まあ選択枠というふうに捉えていただければと思うんですが、なので無処理というのは、何もしないわけではなくて、最後の仕上げの部分でツヤを出さないとか染色を入れないとか、そういった、仕上がり方になってます。はい。続いて、このツヤ出し処理。ツヤ出し処理はですね、染料を全く入れないで、このツヤを出すため、毛羽立ちを抑えたりとか、そういう類の、ツヤを出すための溶剤をつけて磨くと、世の中では本磨きと呼ばれているような仕上がり方になります。一応まあここに溶剤をつけてですね、磨くと、そうすると滑りというか触り心地も良くなって、あとは毛羽立ち感がなくなるというふうな仕上がりになります。はい。で、続いてその次、染料ありのツヤ出し処理、これに関してはですね、現状では黒とダークブラウンと、あと赤の仕様に一応なってます。で、基本的にはですね、表側が黒の場合には黒の、染料を入れて仕上げてます。特別なんか黒なんだけど、濃茶、ダークブラウンの染料を入れて仕上げてほしいという方がいらっしゃれば、そのご希望を選択していただければと思います。で、あとは中には赤という類もあります。で、これは染料の色に合わせてチェックマークをしていただければというふうに思います。で、次、光沢処理。これはですね、過去に何回もご説明をさせていただいているんですが、光沢処理というのはですね、革製品がこう表面が、なんかこう2つ折り財布があったとします。そうすると、上から単純にこう磨いて表面自体を直にこうきれいにさせてあげるのがこのツヤ出し処理なんですが、光沢処理はですね、この革の上にですね、このコーティング、溶剤を乗っけてあげる、こういった加工になります。はい。なので、ちょっと人工的な仕上がりというか、光沢感は多少増すとは思うんですが、ちょっとこう人工的な何か上に乗っかってるなというような仕上がりになります。で、これはですね、どんな特徴があるかといえば、例えば、どうしても貼り合わせておりますので、革と革をこう何枚かの層になってまして、貼り合わせてあるので、長年ずっと使っていると、こう2つ折り財布なんかはズボンの後ろに入れていたりするとこう歪んだりします、使ってる間に。そうするとですね、どうしてもこのボンドがですね、徐々にこう剥がれてきてしまうというような感じで、めくれてしまったりというような、類のトラブルというか、
まあ、現象が起きます。で、ここをひとまとめにしておくと、光沢処理でこう、ちょっとこう、コーティングをしてあげれば、多少は解消できるかなと。まあ、そういう特権もあります。ただですね、例えば二つ折り財布、よくこう、出す場合には、この上の部分とかっていうのはよくこう、皮が縮んだり伸びたりすると思うんですが、そういったところはですね、まあ、1年ぐらい、使用頻度によっても変わるんですが、徐々にですね、これも剥がれてきてしまうというようなこともありますので、まあ、これはあとは仕上がり感、こういった特徴なんかも、ご覧いただきながらですね、どれにしようか、決めていただければなと、まあ、そんなふうに思います。で、どれもですね、例えば染料が落ちてきたとか、で、艶出し処理をしていたんだけど、艶がなくなってきたとか、あとはですね、毛羽立ってきたとか、あとはこの光沢処理の溶剤が取れてしまったとか、どのパターンもですね、この無処理以外のパターン以外はですね、直すことはできます。で、もちろん、お使いいただいているお客様ご自身でですね、こういったヤスリを買ってきてですね、削ったりすると、また元に戻ったりとか、削って磨く。これをやっていただくと元に戻ったりとか。で、一応一部ですね、こういった工具類、うちのホームページで販売をさせていただいてますので、こういったものをお買い求めいただければ、元には戻るというふうな、形になります。はい。では続いて。よいしょ。はい。続いてですね。イニシャルの刻印について、ご説明させていただければと思います。一応ですね、うちの場合はですね、イニシャルなんで、私の場合だと TS。まあ、ファーストネームが先に来て、ラストネームが大体後に来るのが普通だと思うんですが、このまあ間にドットマークが1個あると。一応この基本的な類が、うちの選択枠です。で、これはもちろんありか、刻印をする方はあり、刻印をご希望されない方はなしのところにこうチェックしていただければと思うんですが、ありをお選びいただいた方はですね、この空欄にですね、まあ、ご記入いただければなと。まあ、そんなふうに思います。で、どうしてもですね、この、T 点 S 以外に別な加工はできないかという方も多くいらっしゃいます。まあ、最大で5文字まで。5文字まででしたら1回の刻印でここに入りますので、5文字まででしたら対応はできます。で、6文字とか8文字になると、刻印を2回、3回打つか、ことになりますので、ちょっとですね、現実的には厳しいかなと。どっか1個文字をかぶしてですね、隣のものをこう刻印していきますので、どうしても20になったりとか30になったりとか、なったりしますので、現状ではこの5文字、最大で5文字、基本的にはこのイニシャルのみの取り扱いをさせていただいているという形になります。はい。これが一応イニシャルの刻印になります。もちろん3文字以下でも大丈夫です。例えば、T だけとか、あとは S だけとか、これだけでも構いませんので、もしご希望の方がいらっしゃいましたらですね、イニシャル刻印ありにしていただければと思います。はい。では続いて、これが一応2つ折り財布でいう最後の類になるんですが、今のイニシャル刻印の場所ですね。場所についてなんですが、よいしょ。ここに小銭入れがあります。で、2つ折り財布の場合はですね、うちの塩原リザーの刻印、まあ、ここの部分に入ります。はい。で、先ほどのイニシャルをですね、ここの1番の部分に刻印をしますか、それとも2番か3番かと、あとは4番と5番があってですね。で、あとはまあ6、7、8、9ずつこうつないでいきます。で、まあ、ご希望の場所をですね、こちらのオーダーフォームにご記入いただければ、そこに合わせて刻印を入れるという形になります。はい。で、2つ折り財布の場合はですね、この小銭入れを見開き左側にされた方はですね、この番号が入れ違いになります。ただこの番号自体は変わらないので、
この小銭入れをですね、こっちに持ってきても番号は一緒です。小銭入れのどこに入れるかで。例えばこっちの2番に入れた方はですね、見開き右側にカードポケットがあったとしても、刻印の上に、イニシャルを刻印させていただくという形になりますので、仕上がった状態はこっちに、ロゴがあって、その上に刻印が来るという形になります。はい。まあ、その辺なんかも一応、ここに説明書きがありますんで、お読みいただければご理解いただけるんじゃないかなと。まあ、そんなふうに思います。あとは、まあ、その下に備考欄という形で、スペースがありますんで、まあ、その他質問があればですね、ここに書いていただければなと。で、この返答に関しては、メールで送信させていただくという形になります。はい。一応これがですね、オーダーフォームの、ご紹介という形になりますが、まあ、あとはですね、この糸の縫うピッチ。今はですね、現実的には5ミリで合わせてやってるんですが、これを3ミリとか、そういった類になると、どうしてもフルオーダーの対応とかになってしまうので、まあ、今後もしかしたら、年々ですね、ちょっとこう、バージョンを変えていくというようなこともあると思うんですが、まあ、今現在のオーダーフォームの内容はこういう形になってますんで、まあ、何かご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい。一応じゃあこんな感じで今日はですね、終わりにしたいかなと。まあ、そんな風に思います。特別質問もないでしょうか。一応確認しておきましょうかね。そうですね。特別。早速ですね、お問い合わせを一件いただきまして。ステッチの糸をお選びすることは可能でしょうかということで、まあ、一応可能ですという形になります。はい。そんなところですかね。あとはそれ以外は特別なさそうなので、ないですね。はい。では今日はこの辺で失礼させていただきます。では長々とありがとうございました。また次回。さようなら。